さあ、ローゼンボーイでご飯食べた後は八重間村に行きました。さあ、どんな感じでしょうかね。おるよ、あー、すごいね。ある。こうやな。はい、こんにちは。おおおお。かわいい。かわいい、かわいそうな。ハロウィンみたいな。来てない。悪口や。悪口や。タクか。親子やで。親子や。可愛い。あ、折り切れてんねん。さらにできない。涼しそうな家やな、なんか沖縄のお家。一日は過ごさんで今ママ、ママあるやん、かわいいけど買うっていうところまで行ったんだって。かわいいけど次にご飯はい、こちらのね、河原お土産さんはのぞみさんの YouTube のチャンネルでね、見させていただきましたので、こちらでホタルガラスを購入したいと思います。どうした？コンサンゴのもあるんだね。さあ、どれかのプレゼントしようと思います。何を選ぶでしょうか。こっち買って、はい、こっちが、あ、これも聞いた方がいいですか。多分これよ。買いました。よし、行こう。すいません、ありがとうございました。またお願いします。さあ、次はね、ガラス工房、ガラス彫刻に、ね、行きましょう。涼しい。さあ、ここはですね、子供たちの体験ということで調査していただきました。はい、すごい琉球グラスをね、ちょっとおしゃれな感じがねありますね。さあ、今日子供たちが体験するのがガラス彫刻ね、はい、好きなコップを選んで、え、ここでここで、そう、ここで好きなコップ選ぶ、こんな感じ、これこれこれ、これシール貼るの、コップに、コップにシール貼るの、うん、え、野球とか当てたいの、いっぱいあるよ、うん、こんな感じでも作れるし、こういうの、これかわいいから、シーサーだけ、ほら、シーサー貼ったり、こんな感じ。え、でもこれってさ、こっちの仕上がりがいいですか、つるつるか、サラダ、やっぱそっちがいいんだな、うん、そしたらお兄ちゃんはこっちの方で、はい、弟さんはこっちの方、はい、ということですね。はい、わかりました。剥がして、ここにつけて、ここに、こう、こう、そうそう、もうちょっと斜めやな、それ、あえて、あれ、あ、いや、これここ、自分の作りたい場所に、あれ、あれ大丈夫か、それ、これ、これそうそうして、オリオンのピッチャーすごいね、これ、かっこいいやん、オリオンのタンブラー、これ、はい、自分でこれやってごらん、あの、切れないようにね、枠通りに、うん、ママがやってほしいね、ダメだよ、つけて無理だから、あの、止まってるから、あと、それ外せるからの問題、外せてるよ、どうですか、うん、むずい、
だいぶできてきたな。お、じゃあだいぶできてきたな。で、おー、すごい。いいやん。かっこいいやん。はい。はるくんのも、だいぶ、いい感じやん、ほら。あ、いいやん、いいやん。いいやん。おお、イニシャルいいやん。かっこいい。さあ、いよいよ最後の工程やね。ここの先から砂が出ます。で、このホースの間から手入れていただいて、鉛筆持つみたいに持ってください。はい、730交差点で、はい、行きまーす。はい、7-7 もう一回行くで。はい、チーズ。さあ、来ましたよ、夕暮れなモーム。夕暮れなモーム、反対側からやな。